エルリシツキーは、ロシア出身のグラフィックデザイナー、ブックデザイナー、展示デザイナー、建築家、写真家である。本名は、ラーザリ・マールコビチリシツキー。エルリシツキーの作品、プローン、プローンの提唱者。この、プローンと題された一連のシリーズは1919 19年から1921年にかけて制作する。これは、 フォルムと構成の建築様式的な実験モデルとして知られている。1923年に国家主導でプロパガンダのためのフォトモンタージュ研究所をグスタフ・クルーツィス・ゼンキンと共にモスクワに設立。この研究所で視覚言語としてのフォトモンタージュを効果的に利用するための方法を確立した。結果、フォトモンタージュはロシアでは 政治改革を遂げるための集団的革命、表現運動として結実した。プラウン1922年から1923年1920年代にかけての彼の活動は主に西ヨーロッパ、ドイツで展開する。その目的は、ソビエトロシアにおける芸術運動及び政治状況を諸外国に伝達することであった。中でも1928年ドイツケルンにおいて、 開催された国際報道展におけるソビエトパビリオンの設計は秀逸であり、諸外国のメディアを大きく揺さぶるものとなった。1924年から翌年にかけては、ボルケンビューゲルというモスクワ中心街を計画地にしたオフィスビル群建設プロジェクトを発表。1930年に創刊されたソ連の対外宣伝グラフ雑誌建設のソ連邦は、 ロエイドクフツニシの5カ国語で刊行された。その順に、タイトルは、USSR インカンクトラクション USSR i バウ、o w l e s e n コンストラクション、i o n e s e n コンストル r u c t 4同士の一部の号のデザインも手掛けた。詩集、声のために、は、詩人で芸術家のマヤコフスキーとの共同編集。インデックスシステムを採用した書籍はおそらく世界初。 ありがとうございます。